これはガージーノの断捨離の話なんですけど、またね、その話なんですけど、まあ、今、タケル君は断捨離すると。これも書いてあるんですけど、人によって違うとね、いうことですよ。佐藤タケルとの交友関係に過去は一緒に、まあ、ソープランドに行ったというね。で、ガーシーからすればそれは暴露ではなく、ただへの思い出話だったのですが、どうやら佐藤健は夜の店に通っていたことはバラされたくなかったようで、直接説教してきたのだとか。説教なんですかね、クレームでしょうね。まあ、もし本当だとしたらですよ。僕はでもそこも話半分でね、健君がそんなことで一時連絡するかなと思ってるんですけどね。そのためガーシーは、そんなことで俺のやってることを止めようとしてくれるの勘弁してくれ、それを見守れるのやったら健との関係はいらんわと佐藤健に LINE を送ったと。そして佐藤健の気持ちを確かめるために、最後のチャンスとして、俺がこれからフルスイングで行く上で健がいたらできひんから、これから関係を切らしてくれ、お互いに良い人生の自分のやりたいように生きていきましょうと改めて LINE を送ったと。すると佐藤健からは、ガーシーが選んだ道なら尊重するよ、お互いこれから頑張ろうと当たり障りのないメッセージが返ってきた。それによってガーシーは激怒したってことね。佐藤健の絶縁をすると。なんかいつもめめしいんですよね、ガーシーってね。ねちっこいつかめめしいっていうかね。松潤がね、別な言い方をしたっていうんですよ。ガーシーによると、松潤にも佐藤と同じように縁を切るといった内容の LINE を送ったそうです。すると、松潤は、俺はガーシーと付き合っていきたい、そんな形で切れるのは嫌だなと、かなり長文で熱い言葉を返してきた。それに、ガーシーは心を打たれたようで、これからも友達として関係を続けていくと宣言。そのため、今後、松本潤が暴露に対象になる可能性は低くなる。そんな松本の対応にネットでは、人との関係を簡単に切らない松本君の人間性を尊重します、感服します。文章で人の心を動かすってすごいことだと思う。松潤のガーシーに対する姿勢が男前すぎると称賛する声が相次いでる。そうなの？あのガーシーなの暴露するって断捨離するってまあざーっと見たんですけど、まあ、佐藤健君とか断捨離するっていう側の人と、武井壮とかはなんかすごくいい、長い文章を送ってきたみたいなこと言ってたんですよね。それで理解したみたいなこと言ってた。なんか要するに、自分もガーシーのことを応援したいんだけど、立場上を今何だけな、フェンシングのなんかやってるし、 CM をやってるから、そういうところでちょっと立場上できないと。まあそれはみんな一緒ですけどね、そんなん言ったらね。でそれを理解してくれっていうので、いくつか時間がね、空いた時には絶対手伝いたいからみたいなことを言ってきた。だからそうはいいや、ええやつやみたいなこと言ってたんですよ。だからそういう基準なんですよ全部。成田凌くんもそんな感じだったかな。成田凌もええやつで全く恨みはないと。で一回出てくれって話をしたが、成田凌は別にそれ、そう力にはなりたいけど、そもそも成田凌自体はそういう仕事をガーシー以外でも受けないっていうことを言われたんで、それは納得したと。で、いい意味で断捨離とかわけわかんないこと言って、いい意味で断捨離っていう人が多かったんですよ。僕すべてにおいてちょっと僕の中にはないことばかりで理解に苦しみです。まああと最近なんかその違う話だけど、ガーシーがラップ始めたんですよね。なんか PV 作って、それも気持ち悪いんですよ。なんかすごくナルシストっぽいんですよ。めちゃくちゃカッコつけて本気でやってるんですよ。クソダサいラップをね。とにかくそれもまず生理的に気持ち悪いのと、50過ぎたおじさんがね、その年下の人たちにね、友達だとか友達じゃないとかっていう感覚がね、僕はすごく気持ち悪くてしょうがないんですよね。50過ぎて友達をの縁切るとか思います？って女子高生じゃないですか、発想がね。女子高生だったら言いますよ、じゃあ友達の、あんたとの友達の縁切るわとか。女子高生だったらまだわかる。でも50過ぎたおじさんが、お前との縁を切るぜって言いますって、子供だろうなってね、子供すぎないと思うんですよね。なんかね、そこの感覚が僕は分かんないんですよね。それにみんな本気でついてってるのかなっていうのが、まあ少なくとも僕はぼーっとしたのは佐藤健くんなんで、佐藤健くんもからしても気持ち悪いじゃないですか、50過ぎたおじさんがね。まあ佐藤健くんも30過ぎのね、いい大人ですよ。友達の縁切る切らないで揉めるってものすごく僕はダサいことだと思うんですよね。ガーシーは人前でやるわけでしょ。いやすごい人だなと思いますよね。だからその感覚がね、そういうだから子供おじさんなんだなっていうふうにね、女子高生と同じ感覚で生きてんだなと思うと、まあそこに対してね、
普通の感覚の大人だったら何言ってんだろこいつで終わるじゃないですか。で松潤とかタカとか、まあ、全然年下ですよ松潤とかタカもガシに比べると、それを本気で付き合ってるとは僕はどうも思えないですよね。だからバカにされてるんだと思うんですよガーシーが、年下の子たちに。このおじさんってもう女子高生みたいな気持ちだから、感覚だから、まあ一応言っとけば満足するだろう、単細胞だからって思われてんじゃないかなと思って、それをなんか分かんないで、まあ一生懸命ああやってね暴露暴露って言って、まあそれで稼いでるんだからしょうがないかもしれないですけど、晒してるっていうのはまあね、自分でいろんなことを芸能人を晒してるって思いながらも自分が晒されてんじゃないかなって僕は思いましたけどね。まあそんな話でした。